皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは負けるから勝つ喜びを知れるということについてお伝えしてみたいと思います。これ必ずしも勝ち負けの話ではなくて、要はずっと勝ちが続いちゃっていると、その負けるっていうことを知らない状態だと勝ちが慢性化してしまうと、それに喜びを感じなくなるっていうことがあるお話があるんですよね。だからこれって勝ち負けだけではなくてですね、身近なところで言うと健康とかっていうのも、健康でいるのが当たり前とかになっている状態で自分が不健康な状態に陥ったとするじゃないですか。私一番急性的に辛かったのはぎっくり腰ですね。いや本当にピキってなった瞬間にですね、もうその腰が曲げられないというか戻らないっていうか、もう何をやっても腰に響いて、急性だったんで1回目だったんでかなりひどかったんですけれども、笑ってしまうぐらいにもう家の中を立ち上がって歩くというよりは廊下をですね四つん這いになって這って歩いて、壁の近辺になったら壁を手でさすりながらですね立ち上がってそのドアを開けるとか、そんな生活をしていて、2週間完治するまで2週間かかったぐらいのひどいぎっくり腰、年末にやりまして、だから年始がもう本当に寝正月みたいな形で、寝るのも辛いんですよね。本当に辛いぎっくり腰になっちゃうと、いい角度でしか寝れないので、あの時は本当に健康体でいることのありがたさっていうのをね、すごい一気に健康体から不健康な人に行って急に転落したんで、そこでやっぱありがたみっていうのはね、こんなに歯磨きが大変だったなんてっていうのを気づくと、やっぱ普段の健康をどれだけ保っているかっていうのがすごく大事にね思ったりすることとかあるんですよ。だからよくね失敗続きでもう嫌になっちゃうとか、うまくいかないとかって思う人がいるかもしれないけれども、じゃあその分うまくいった時の喜びって、10回失敗してたらその10倍分の喜びが絶対あるはずなんですよね。で逆にずっと10回成功している人って1回失敗すると10倍の失敗の楽さを感じてしまう。でね、それによってちょっと大きい話になると、ね、大きい企業とかの倒産とかで社長がね自殺するみたいな話とかもあったりするぐらいインパクトが大きかったりする時がありますよね。だからその落差が大きいほど喜びも悲しみも大きくはなるんですよ。だけれどもずっと同じ状態であるっていうのは基本ないですね。ずっと勝ち続けるって基本ないです。勝ちの、確率をね増やしていくっていうことで確率を上げていくことはできるけれども、一回何かね挫折とか失敗とかあって、その代償は別として、でそれによってまた気づくことがあって、そして前に進んでいくことができる。で何かその失敗とかうまくいかないことがないとですね、人間として人に優しさとか配慮をねしてあげることができないんじゃないかなと思ってて、だってうまくいくのが当たり前な人が失敗する人の気持ちって分かんないじゃないですか。私は授業に関しても基本はなるべくうまくいくようにっていうのを努力はしていますけども、それでもやっぱり売り上げがねピタッと止まったことがある経験もしてますので、そういう意味ではドキドキな経験もしてるわけですよ。そうすると同じような状態に陥った人に、アドバイスできますし、私でそういう状態になった時に私のコンサルタントにも踊り場ですねとかね、3年に1度か5年に1回ぐらいは来ますよって言われたから、あ、踊り場にいるんだとかね思ったりとか、踊り場はそのまま平行で続かないものなんですけど、もう一人のコンサルタントにはより高く飛ぶために低くかがまないと飛べませんっていう話で、確かに低くかがんでるよ今はとか思って、実際にその後飛んだ時に確かにそれ以上には跳躍はできたんですけどね。だからそういうのをこう分かって言ってくれる人がそばにいないとですね、
自分で勝手に辛い思いになったりとかすることもあると思うんです。だから負けっていうのは決して悪いことばかりではなくて、それがあるから勝つ喜びを知れるっていう、この振り子の法則というか、で右に振ったら左に同じ分だけ振っていくっていう、これが分かってるだけでもですね、対処していく、乗り越えていく自分の活力になるんじゃないかなと思いますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。